島の中心には直径50ヤードばかりの裂け目が一つあります。ここから天文学者たちがホラーなへ降りていきます。そのホラー穴の中には20個のランプがいつも灯っています。そこには望遠鏡や天体観測器やその他天文学の機械が備えてあります。この島の運命を司っているのは、 一つの大きな磁石です磁石の真ん中に辛抱があって誰でもぐるぐる回すことができるようになっていますこの磁石の力によって島は上がったり下がったり一つの場所から他の場所へ動いたりするのです磁石の一方の端は島の下の領土に対して 遠ざかる力を持ちもう一方の端は近寄ろうとする力を持っていますもし近寄ろうとする力を下にすれば島は下がっていきますその反対にすれば島は上がっていきます斜めにすれば島は斜めに動きますそして磁石を 地面と水平にすれば島は止まっていますこの磁石を預かっているのは天文学者たちで彼らは王の命令で時々磁石を動かすのですもし下の都市が無本を起こしたり税金を納めない場合には国王はその都市の真上にこの島を持ってきます こうすると下では日も当たらず雨も降らないので住民たちは苦しんでしまいます。また場合によっては上からどしどし大きな石を都市めがけて落とします。こうされては住民たちは地下室に引っ込んでいるよりほかありません。だがそれでもまだ王の命令に従わないと。 最後の手段を取りますそれはこの島を彼らの頭の上に落としてしまうのですこうすれば家も人も何もかもいっぺんに潰されてしまいますしかしこれは欲よく,よくの場合でめったにこんなことにはなりません王もこのやり方は喜んでいませんそれにもう一つこれには困ることがあるのですつまり 都市には高い塔や柱などが立ち並んでいるのでその上に島を落とすと島の底の石が割れる恐れがありますもしそこの石が割れたりすると磁石の力がなくなってたちまち島は地上に落っこちてしまうことになるのです。発明屋敷私はこの国で 別にいじめられたわけではないのですだがどうもなんだかみんなからバカにされてるような気がしましたこの国では王も人民も数学と音楽のことのほかは何一つ知ろうとしないのですだから私なんかどうもバカにされるのでしたところが私の方でもこの島の珍しいものを見物してしまうともうここの人たちには飽き飽きしてしまい 彼らはいつも何か我を忘れてぼんやり考え事に浸っているのです。付き合う相手としてこれほど不愉快な人間はありませんで私はいつも女や商人や叩き役児童などとばかり話をしました物を言って筋の通った返答をしてくれるのはこういう連中だけでした。私は勉強したので 彼らの言葉はだいぶ話せるようになっていました。で、私はこうしてほとんど相手にもしてもらえないような国にじっとしているのがたまらなくなったのです。一日も早くこの国を去ってしまいたいと思いました。私は陛下にお願いしてこの国から出られるようにしてもらい2月16日に王と宮廷に別れを告げました。ちょうどその時島は 主婦から2マイルばかり郊外の山の上を飛んでいましたので私は一番下の通路から鎖を吊り下げてもらって地上に降りましたその大陸は飛ぶ島の国王に属していてバルニ・バービーと言われています主婦はラガードと呼ばれています私は地上にに降ろされてとにかく 満足でした服装は飛ぶ島のと同じらしい彼らの言葉も私はよく分かっていたので何のの気がかりもなく町の方へ歩いていきました私は飛ぶ島の人から紹介状をもらっていましたのでそれを持ってある偉い貴族の家を訪ねていきましたするとその貴族は彼の屋敷の一室を私に貸してくれて 非常に熱くくもててなししれました翌朝彼は私を馬車に乗せて市内見物に連れて行ってくれました町はどんどんの半分ぐらいですが家の建て方が広く奇妙でそしてほとんど荒れ放題になっているのです町を通る人は皆急ぎ足で妙にものすごい顔つきで大概 ボロボロの服を着ていますそれから私たちは城門を出て3マイルばかり郊外を歩いてみましたここではたくさんの農夫がいろいろの道具で地面を掘り返していましたがどうも何をしているのやらさっぱりわからないのです土はよくこえているのに穀物など一向に生えそうな様子はありません こんな風に田舎も町もどうも実に奇妙なので私は驚いてしまいました。これは一体どうしたわけなのでしょう。町にも畑にもあんなにたくさんの人々がとても忙しそうに動き回っているのにちっともよくならないようですね。私はまだこんなでたらめに耕された畑やこんなむちゃくちゃに荒れ放題の家や 惨めな人間の姿を見たことがないのです」と私は案内役の貴族に尋ねてみましたすると彼は次のような話をしてくれました「今からおよそ40年ばかり前に数人の男がラピュタへ上がっていったのです」彼らは5ヶ月ほどして帰ってきましたが飛ぶ島で覚えてきたのは数学の端くれでした。 しかし彼らはあの「空の国」のやり方にとてもひどくかぶれてしまったのです帰ると早速この地上のやり方を嫌がり始め芸術も学問も機械も何もかもみんな新しくやり直そううとということにしましまたそれで彼らは国王に願ってこのラガードに学士院を作りました。とこころがこれがれ ついに全国の流行となって今ではどこの町に行っても学士院があるのですこの学士院では先生たちが農業や建築の新しいやり方とか商工業に使う新式の道具を考え出そうとしています先生たちはよくこう言いますもしこの道具を使えば今まで10人でした仕事がたった1人でできるし 宮殿はたったっ週間で経つそれに一度建てたらもう修繕することがいらない果物はいつでも好きな時に売れさせることができる今までの100倍ぐらいたくさん取れるようになるとそのほかいろいろ結構なことばかり言うのです。